久保さん、今回、キリンの田村博士さんにしましょうか。まあ、お笑い芸人の方なんですけど、僕ね、このキリンの田村さんのね、これね、多分ね、リアルタイムで見てたと思うんですよ。僕ね、すげえ名言だなっていうのがあって、その、まあ、キリンの田村さんって、ホームレス中学生っていうので、まあ、映画化にもなったんですけど、あの、まあ、解散みたいなね、中学校の時に、家族解散みたいな、 で、うんこ公園で過ごすっていう、中学校なんだけど、中学生なんだけど、ホームレスみたいな、すごい壮絶な人生だったわけですよ。で、その、本当にお金がなくて、で、ご飯をね、どうすれば満腹に食えるか、つって研究した、考えた結果、噛み続けると。で、噛み続けて、噛み続けて、噛み続けて、噛み続けると、なんか、ふわってなるらしいんですよね。ふわっていう。 で、それを味の向こう側っていうね。なんか、あの味の向こう側っていう。僕、それすげえ好きなんですけど。だから、まあ、何が言いたいのかっていうと、これ結局、その、まあ、久保さんの話でもちょっと精通する部分あるんですけど、要は、味がなくなったご飯を噛み続けるっていうことをした人ってあんまりいないと思うんですよ。ど、どうですかだって、味がないのに噛んでるってあんまなくないですかご飯ですよ。 まあ、ガムとかだったらあるかもしれないですけど、ご飯を噛み続けるって、も、もはやね、ガムの場合は弾力があるんであれなんですけど、ご飯って噛み続けられるかなって話で、だあんまやんないじゃないですか。でもやった人はいて、で、やったからこそ、やらないと、まあ、その言葉っていうのは生まれてこなかっただろうし、やったからこそ、その味の向こう側っていうね、すごい好きだなって思う。なんかそ、そこにはいろんな、まあ、意味を込められるし、いろんな、 なんか、うん、解釈の仕方ができるのかなって、味の向こう側ですよね。例えばこれを、味ではなくね、努力の向こう側とか、お金の向こう側とかね。まあお金で言うならば、そのね、久保さんのその貧乏かどうのこうのってのはお金の向こう側ですよね。お金の向こう側のその,その先には何があるのかと。でもそれっていうのはお金を稼いだ人しかわからない。味を噛みしめたものしかわからないっていう話ですよね。 うん。なあ、僕は、多分ね、まあ、全員ではないんですけども、お金に関してはみんな多分ね、逃げてると思うんですよね。要は、お金じゃないよっていうセリフがあって、でもそのお金じゃないよっていうセリフはを言ってる人たちは、そんなにお金持ってないんですよ。別にビル・ゲイツほど持ってないですよ。ビル・ゲイツぐらい金持ってる人はね、 お金じゃないよっていうことだったらまあそりゃそうだよね相当持ってるしねみたいな話ででも貧乏な人がそれを言うとやっぱ説得感に欠けるんですよねでなんで説得感に欠けるかっていうとやってないからなんですようんいやお金お金を何だろうなお金を下に見てるんだったら久保さんの言う通りり何で下のお金を下に見てるんだったらその下程度のことはや,稼がやらないのって話じゃないですか まあこれも解釈の仕方、見方の仕方ですね。うん。だからなんだろうな。上じゃないから下はほっとけみたいな。いやいや、下はちゃんとやろうぜみたいな。<laughs> 上はすごい上だから叶えられるかどうかわからない。でも下は叶えられるでしょ。下なんだから。って話で <laughs>。だけど、なんだろうな。そこを粗末にしてるというかね。下だからええよみたいなね。 うん、なんかそのお金なんかどうでもいいみたいな。まあどうでもいいっていう言葉が適切じゃないとは思うんですけど。なんかまあ、うん、単純にそのお金から逃げてるというか向き合ってないからかなっていう思いますよね。うん。そう、だからお金は全てじゃないとか、パッて言える人っていうのは多分本当にお金、 お金に向き合う、お金がある人だけが言えるのかなとは思いますけどね。うん。まあもしくはお金を稼いできた人ですね、実際に。うん。なんか全く稼げてないけれども、うーん。だって、よくそのテレビ番組でも大家族のやつとか、なんか、ね、昔ダンディだったんだ。なんかその昔なんかやってたと思うんですけど、<laughs> めちゃめちゃお金かかるじゃないですか。 お金の問題ってめちゃめちゃ、ね、人育てるのにお金問題絶対あるので、お金なかったらどうやって飯食わすって話なんで。<laughs> うん。だからまあ、適切な言葉があるとするならば、全部大事でいいんじゃないですか。<laughs> なんか別に、こっちのが大事じゃなくて、お金も大事だし、愛も大事だし、子供に対する愛情も大事だし、お金も大事だし、いや、全部大事だよと。全部必要だよでいいんじゃないですか。<laughs> なんかそこをなんか、 こう差をつけようとすするかからよくないんじゃないですかいじゃで全部大事だよっていうそ。それでいいじゃないですか。<laughs> いや全部大事だよっていう。うん。それでもう終了だと思うんですけどね。うん。すいません。全部大事です。みたいな <laughs> 全部大事です。みたいな。全部手に入れればいいじゃんと。で、特に、ぶっちゃけ言うと、お金に関しては、稼ぎ方勉強して稼げば、誰でも 平等に稼げるんですよ。だけど、例えば、女性と愛し合うとかあるじゃないですか。これって自分が愛したとしても向こうに愛してもらわなければ、相互の関係じゃないですか。まあもちろん、その愛者みたいな、この、こっちからの愛、無償の愛というか、こっちからの愛っていうのもあるんだけども、その愛,、まあ、愛にもいろんな形があるじゃないですか。愛し合うっていうね。でもこの愛し合うという愛であるならば、これね、向こうがね、 了承しなければ、その愛は成立しないですよね。だから難しいんですよ、逆に言うと。もうお金は稼げばいいだけなんで。だからどちらかというと、僕はお金の方が簡単だと思うんですよね。うん。だから人間の感情ですから。うん。だから、それ、まあ、お金で操作できる部分もあるんですよ、感情だけど、うーん、なんかな、な、言葉で言うならば、なんだ。 なんすか,うんなんかまあなんか無理みたいないやもう無理みたい何すかねいや無理みたいなんかいくらお金もらっても無理みたいなそういうのあるじゃないですか多分、ね、いやちょっと無理ですと <laughs> な無理から愛を生み出すって難しいですよねうんちょっとすいませんキモい無理みたいなね 体が受け付けませんみたいなね。受け付けられないのに無理ですよね。そこに愛を育むっていうのが <laughs>。うん。でもお金はね、平等に稼げますからね。勉強しちゃうんであれば。うん。そう。だって前澤社長もす、ね、もともとなんかミュージシャンだったのかなね。別にその、なんか、あれじゃないですか。 その、最初から大富豪の家に生まれてどうのこうのじゃなくて、もともと音楽やってたみたいな話ですよね。うん。だからなんか、大富豪の家に生まれて、なんかビジネスの勉強していないとビジネスで成功しないのかっていうわけではなく、なんかその、まあ当たり外れはもちろんありますよ、振れ幅はね。前澤社長みたいにブワーっていく、そこまで当てられるっていうのは、まあごく一部かもしれないですけど、まあ僕が言ってるのは月収100万ぐらいなので、 月収100万ぐらいだったらほんとみんな行くと思うんですよね。ちゃんと勉強してやれば。もちろん前澤社長ぐらいの成功はちょっとわかんないですけど。まあビル・ゲイツとかね。ただ月収100万に関しては勉強してちゃんとやれば僕は行くと思いますけどね。うん。そう。はい。ということで、行ってらっしゃい。